いろんなゲームをしていると実質上マップ画面でゲームしてるよなと感じることがしばしばあります。 3D 空間を歩いているのだけど画面の隅にマップが表示されていてそこばっかりを見てしまうような。画面がこれだけ広大で景色も素晴らしく描かれているのに実際には画面の隅でゲームをしているというとなんかもったいない気もします。また平地見下ろしで済むならまだしも立体的な空間を表現するのが難しいです。サブノーティカのように立体的な起伏も表現しなければならない立体マップ表示は把握が大変かといって頻繁に全画面のマップ画面に切り替えるのも煩わしい。これが最も一般的な手ではあるんですけどここで考えることを放棄してはいけません。マップの画面処理を考えた時一つ思い出に残っているのは不思議のダンジョンシリーズです。これは画面全体に半透明でマップを表示しそれを見ながらプレイできるもの。ボタンを押せばゲーム画面が消えマップ画面だけで見ることができます。あらゆるジャンルで使えるわけではないですがこれは画期的でした。直接マップを充実させることを考えるだけではなくメインの画面の情報量を増やすのは有効だと思います。例えばフォルツァなどレースゲームのガイド表示は最悪マップ表示に目がいかなくてもどのぐらいの深度のコーナーなのかはなんとなく理解できるようになってますね。そうでなくてもゲーム画面にさまざまなインフォを載せて補うのはありです。地形の配置や描写で曲がる場所や怪しいところを分かりやすくすることだって無縁ではありません。画面のどこを見ながらプレイするのかを考えることは割と大事。プレイヤーの意識を踏まえることはもっと大事。これは、例が多いことなので作るゲームとともに考えてみてはいかがでしょうか。